理事生、理事生は中国民末の農民反乱指導者。民に対して、理事生の乱と呼ばれる反乱を起こして、首都の北京を陥落させ、民を滅ぼした。順王朝、大順を建国して、皇帝を称したが、すぐに、清寺に滅ぼされた。延安不満や油県。現在の先生省出身。農民の子で、少年時代から記者が得意で20歳前後で、液卒。 アキラは、液炭と呼ばれる、液電制度を敷いていた。液卒は、その労働者になったが、数定定の時代に、経費節減のため液炭は廃止された。液炭廃止によって失業した者たちは路頭に迷い、農民反乱を起こすことになる。理事生もその中の一人であった。典型7年、1627年、数定元年、1628年に、 先生で起きた大干ばつをきっかけに反乱が頻発し、理事生もそれに参加した。その間の朝廷は満州族対策に追われて満足に反乱対策を行えず、これに乗じて反乱軍は勢力を拡大し、三世を制圧し、北直令、河北省まで迫るほどになった。その後、官軍の反撃により押し返され、河ンへと移動する。 この時期の反乱軍首領は、公務会幸であり、その下に、長健中などがいた。理事成は、公務会幸配下の武将の一人に過ぎなかったが、この時の作戦会議、慶応大会で官軍に対して全軍が協調して、当たるべきだと発言して注目され、さらに翌年には官軍に捕らえられて停止した公務会、幸の後継者となり、 公務会幸が自称していた人物を名乗り、反乱軍の司会となった。ただし、慶応大会は、新書の書物で創作された伝説であり、実際にあった出来事ではないとされる。しかし、公務会幸の死によって、反乱軍の勢いは弱まっており、理事生たちは、官軍の追求を逃れて、先生へ退却し、さらに三夜に隠れざるを得なくなった。このことで、 理事政軍の勢力を軽視した官軍は、古港、古北省、湖南省へと移動していた、長県中軍に圧力をかけ、これによって、理事政軍は息を吹き返し、河南を落とした。この地で巨人の李岩尾と出会い、近年、高知の平等な分配と、免下で、当面の間租税を免除するの二つのスローガンを、李岩尾から提案され、このスローガンと、厳正な軍旗により、 農民の支持を、週、一気に、数十万の軍勢に膨れ上がった。しかし、李はおも今日では、新書の小説で創作された、架空の人物とされている。この勢いに乗って、李ージ政軍は、数定14年、1641年には、落葉を陥落させ、この地にいた、万歴帝の三男の福王主、上人氏を殺害した。福王は、 万歴定に出来合いされ、その贅沢により多額の税金が浪費されたために民衆の恨みを買っていたのである。その倉庫から一割の食料と財物を民衆に渡した。また、牛金聖ら知識人を陣営に取り込んでいくことになる。理事生はさらに開封を落とし、数平十六年、1643年に、上用にて大減衰、続いて、 新巡王と名乗って六部などの国家としての制度を整え、西安を陥落させた。翌数平十七年、1644年に西安に入った理事政は国号を順、大順、元号を英称と定め、この地を国土に定め、大順王を称した。2月には理事政軍は北京を目指して北伐を開始し、同年の3月に北京を陥落させて、 スーテイテイを自殺に追い込み、民を滅ぼした。理事政の軍が北京城に入城した際には、市民のみならず、官兵まで、スーテイテイを見捨て、隊列を作って、これを歓迎したという。北京に入城した理事政たちは、ここでいよいよ、中国全土の皇帝となるための諸手続きや、儀式の用意を始めた。入城後の理事政軍は、交換。 資産家から資金を没収し殺人鬼として有名な長剣中の軍合流したこともあり、厳正であった軍機もすっかり緩み、略奪、強姦、殺人が横行していた。その頃、満州族の清氏に対して前線の拠点である山海間を守っていた古三景が清氏に投降していた。まもなく、李事政軍はドルゴンと古三景率いる清志と名人の連合軍と、 激突し、大敗、たちまち北京から撤退した。北京入場から四十日という短い天下であった。さらに、かねてからの核室で牛金星が、李和を殺害し、新軍に投降した。その後、李事星は西安、東李城、現在の湖北省と相次いで逃れるが、永昇二年、1645年、993にて、現地の農民の自警団により殺された。ただし、 僧侶に変装して、後期十三年、1674年まで生き延びたという伝説もある。生き残った、李自政軍の残党は、南米の三家に入って清朝への抵抗を続けたが、南米の滅亡に運命を共にした。北京に入った清は、数帝帝の葬儀を手厚く営み、李自政によって殺された、数帝帝の仇を取るとの名目を持って、 自らの勘知支配を正当化した。このために、信頼を通じて、理事政は反逆者とされ、侵害革命によって清志が滅亡した後もしばらくは、流俗の頭と見る低い評価が続いた。1944年になって、角松弱が理事政を、霧軍として再評価する論を唱えた。毛沢東も当初は流俗説を取っていたが、角松の論を受けて、 理事生を農民反乱指導者として評価する見解を出したことか、理事生の再評価と順調の研究が進められるようになった。現在でも北京市民の間に伝わる理事生にまつわる逸話がある。理事生は北京入場後に皇帝に即位したが、餃子を毎日のように食べたという、餃字は、うに通じ末永くという意味を持っていた。そのため、 歴代皇帝たちは、社食が細く長く続くよう、春節にしか餃子を食べなかった。しかし理事生はそのしきたりを破り、毎日餃子を食べ続けたため、順調はすぐに滅んでしまった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。